皆様こんにちは。日本語地球カフェの時間です。私はカフェの店長の宇沢です。よろしくお願いします。この番組は海外で日本語を教えた経験ある方をお呼びしてあれやこれやをお伺いする番組です。さて今回のゲストは夏美さんをお呼びして全3回の予定でお送りいたします。それではパーソナリティのラリーさんお願いいたします。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは、本日のゲスト夏美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。では、簡単に自己紹介お願いできますか。はい、はじめまして夏美と申します。私は青年海外協力隊の日本語教師隊員としてインドネシアで2年間活動し、その後も縁あって日系企業や現地にある日本の機関で働く機会をいただいて計10年半インドネシアに滞在しました。おお、長いですね。ありがとうございました。なんかその10年半という期間のいろんなお話が聞けるんじゃないかなと思って今ちょっとワクワクしているんですけれど、その前にですね、来ていただく皆様には私からいつも一つ質問していて、答えを考えてきていただくことにしています。夏美さんを一言で言うとという質問なんです。大変答えにくい質問だと思いますけどいかがでしょうか。はい、行き当たりばったりの寝なし草でしょうか。はい、ありがとうございます大変興味深いお答えをいただきました。これについてはですね、夏美さんの第3回目に詳しく聞かせていただくことにして、本日1回目はまず、10年半、滞在なさったというインドネシアについてちょっといろいろ伺っていこうかなと思います。インドネシアというとですね、とにかく島が多いという、私なんかそれぐらいのイメージしか持っていないんですけれども、夏美さん、はい、どこに住んでいらしたんでしょうか。私は3つの島に住んでいたんですが、はい、1つ目は、スマトラ島の北部にあるインドネシア第4の都市メダンという町、はい、それからメダンからマラッカ海峡を南下してシンガポールのさらに南にあるビンタン島という島、それから、3つ目が世界一人口の多い島と言われているジャワ島にある首都のジャカルタ、この3つの島町に住んでました。メダンが2年間そして、はい、じゃあビンタン島は、ビンタン島は1年10ヶ月ぐらいですね。ということはジャカルタが一番長いってことですかね。そうですね、6年半ぐらい住んでたと思います。わかりました。ジャワ島って人口が確かすごく多いですよね。そうですね、はい、はい、大きさはどれぐらいなんでしょうね。なんとなくこうイメージとして勝手なイメージなんですけど、はい、国の大きさとしては東西の距離がアメリカ合衆国と同じぐらいと言われています。はい、でその中に、はい、その中に島が、その中に、はい、島がたくさんあるんですけれども、17,508 ぐらいあるというふうに言われてるみたいです。はい、その距離の中にそれだけの島が入っている。そうですね。おお、すごいですね。わかりました。なんかこうだんだんこうイメージが湧いてきましたけれども、はい、どうなんでしょう、気候とかはどうなんでしょうか。気候はですね、基本的にインドネシア全体赤道直下直上なので一年中暑いです。あとは、雨季と乾季があります。おお、はい、雨季はだいたい日本でいうと何月ぐらいから。だいたい9月ぐらいから3月ぐらいまでですかね。地域によっても違ったりするんですけども。そうですよね。どうでしょう、はい、でも今日本もすごく暑いんですけど、日本の暑さと、はい、インドネシアの暑さの違いとかってのありますか。はい、インドネシアもだいぶ暑いんですが、日本の本気の夏と比べると日本の方が暑いです。嫌な暑さですね湿度が高くて。そうね、確かに日本の暑さってすごいですもんね。はい、わかりました。そのでもこの逆にこう雨季の時には、はい、すごく困ることとかってありますか。
そうですね、私が今は改善されてるかもしれないんですが、私が住んでいた頃はたくさん短時間でたくさん雨が降ると比較的簡単に町が冠水したりしていたので、そうすると交通機関が麻痺したり、まあ、そもそももう道が、家の前の道が川になっていて通れないみたいなこともあったりしました。すごい、そうなんです。なんかちょっとすごいですね。ね、で、そのでもこのじゃあ今度逆に暑い時に、はい、これを食べると元気が出るっていうのも多分 たくさんあると思うんですけど、はい、私はそのインドネシア料理っていうところをちょっとこう思い出せるというかね、知ってるのは数少ないインドネシア料理の一つがナシゴレン、はい、それしかちょっと今すぐ出てこないんですけど、はい、それは大体いくらぐらいで食べられるものなんでしょう。そうですね、道端の屋台で買えば100円、150円ぐらいで食べられるんじゃないかなと思います。普段皆さん割と気軽に食べられるもの、はい、そうですね、とても気軽に朝ごはんとして食べてる人もいたりするぐらい気軽に食べれるものです。はい、わかりました。ナシゴレンというのはナシゴレンで大丈夫ですか、こう言い方は。はい、合ってます、ナシゴレンで。ということはナシとゴレンで意味がきっとあるんですよね。はい、そうですね、ナシとゴレンで切れますね。ナシって何でしょう。ナシはご飯という意味です。おお、でゴレンは、ゴレンは油で揚げるという意味です。ああ、ということはナシゴレンはじゃあ油で揚げたご飯。はい、そうですね。あ、そういうことですね。ミーゴレンっていうのがあるんですけど、そのミーゴレンも、はいはい、ミーは、はい、ミーは麺のことです。あ、はい、とじゃあ揚げた麺、はい、焼きそば的な感じですかね。じゃあそれこういわゆるなんていうんですかね、そのインドネシアにとっての、はい、ごくごく当たり前のご飯。そうですね、日常的に食べられるご飯。ちょっとこうよそ行きのご飯っていうと、ちょっとよそ行きのご飯今日日本人はあんまりこう馴染みがないかもしれないけど、これ美味しい、この暑さにはこれを食べるといいよっていうか、あ、そういうものって何か一つ紹介していただけますか。そうですね、これは全然よそ行きでも何でもないんですが、その暑さの中で食べるとすごく美味しい、はい、インドネシアの特徴的なものとしてはサンバルっていうすごく辛いチリソースが ありますね、うん、でサンバルと一口に言っても赤唐辛子で作ってたり緑の唐辛子で作ってたり、入ってるものがいろいろ違ったりする、うん、地域によってもあと作るお母さんとかお父さんによって違ったり味がするので、うん、とても楽しみつつ食が進む食べ物です。うん、あ、そうなんですか。それ、はい、もう夏美さんインドネシアから帰ってらして今 何年ぐらい経ってますか。もうすぐ 5年ぐらいですかね。5年ぐらい、じゃあ5年ぐらい経ってもまだそれは懐かしくって、はい、こうちょっと食べたいなって思う味でしょうか。はい、そうですね、特に今ぐらいの季節暑くなってくると体が欲する食べ物です。あ、いいですね。きっと東京でも食べられますよね。そうですね、東京はいくつかインドネシア料理のお店があるので、うん、食べられると思います。ぜひぜひ、はい、またちょっとどっかにこう調べて、はい、ぜひぜひ行ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、それからどうでしょうね、その10年半住んでらして、まあ多分いろんな魅力あると思うんですけど、はい、インドネシア今度住んでみて感じた魅力とか、これがあるから10年半いたんだというか、そのまあ逆に10年半住んでいた、はい、なんかその辺のこう理由というか何かありますか。そうですね、長く住んでいるともちろん大変なこととか嫌なこともあったりはするんですけれども、多分根底でやっぱりインドネシアの人のこう明るさとか人と人との距離が近くて、知らない人とでもこう気軽におしゃべりができるところとか、そういうところに惹かれたのかなと思います。そこはすごくインドネシアの好きなところですね。わかりました。でも先ほどそのどうなんでしょう、ずっと暑い、雨季と寒季しかないですよね。はい、うん、そういう、こう季節のないところに、住むというのは日本から行くと、はい、日本のこの季節の移り変わりになるところから行くとどうなんでしょうか。はい、時間があんまり流れてないように感じましたね。なので10年半というのも気がついたら数えたら10年半経っていたという感じで、実感としてはあんまりないです。あ、分かりました、ありがとうございます。うん、まあ、でもその10年半、いらして、まあ、スマトラから、次の島に移るまでの期間とかっていうのは
長い間例えば日本に一回帰ってきたとかってことはないんですよね。そうですね。その辺はどうなんですか。すぐにまたはいインドネシアに行った。はい、そうですね。あのそうですね。スマトラからビンタに移るときは、はい、協力隊が終わってで次の仕事に変わるっていうところだったんですけれども、あの協力隊が終わる前に仕事を見つけておいてで帰国してまた戻ったっていうような感じです。わかりました。じゃあその辺の話はまた次回2回目にいろいろ伺いたいなと思います。あの楽しい話がたくさん出てくるのではないかなと思いますが、まず1回目はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ラリーさん、夏美さん、ありがとうございました。夏美さん、10年もインドネシアに住んでいたんですね。いくつか住んでいた島の名前が出てきましたけど、私もジャワ島、ビンタン島、バリ島とかは聞いたことはあるんですけど、それが全部インドネシアで、しかも1万以上の島からできているってことは初めて知りました。またナシゴレンってインドネシアの料理だったんですね。しかもその名前の意味がインドネシア語でご飯炒め、ご飯揚げだったなんて初めて聞きました。あー、なんかお腹空いてきましたね。皆さん、概要欄に東京で食べられるインドネシアレストランのリンクを貼りましたので、ぜひ行ってみてください。また Google で検索したら、皆さんの街にもひょっとしたらインドネシアレストランやインドネシアに関係するところが見つかるかもしれません。もしそのようなところがありましたら、コメント欄にも書き込んでいただければと思います。チャンネル登録なども大歓迎です。それでは次回もお楽しみに。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りいたしました。